皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターレッツゴーピカチュウやっていきましょう。まだ行ってなかったジムに向かって今回は進めていこうと思います。最初はこちら、港町。そういえば EV 版とピカチュウ版でこのジムの後ろのベンチに座ってる方違いますね。もらえるポケモンも違うっていうことで、EV 版だとガーディを私はもらったんですけど、ピカチュウ版でペルシアももらえるっていうお話を聞きました。違うところもたくさんあって、そういうところ探すのもすごく楽しいですね。ということでまず1人目、マチス少佐から行ってみます。マルマインで、こちらは海流で、調査の持ちポケモンは全部で5体、レベルは56になってます。ここのジム一番最初の頃に来たんですけど、日本語片言感があったマチス少佐戦い終わった後ってどういうセリフになるんですかね。次はエレブ、電気タイプのポケモンって私はピカチュウを手持ちに入れてたりとか、今作もねピカブイでピカチュウが相棒ポケモンだったりするんですが、実は EV 版でコイルまだ野生で出てきてなくて、コイル、レアコイル系、あとエレブもまだなんですよね。図鑑の登録はちょっと先が長いかなって思いながらやってるんですけど、こうやって見ると意外と電気タイプのポケモンって多いですね。アローライシスグテも一応ゴローンになって手持ちで使ってるんですが、まあ、アローラ地方のポケモンだとね、ゴローンは電気タイプもプラスになってたりとかいろいろ変わってて、そっちで考えても電気プラス 1匹だから、あれ全部で何匹ぐらいいるんだろう。今作の図鑑だと基本的には151匹でプラスメルタンとメルタン進化系になるはずなので、その中の割合で言ったら電気って結構高いのかな。なんかジムになってるといる気がするそんな感じですね。ライチュー、アローラライチューも交換でもらえるんですけど、私まだ行ってないや。地震効果は抜群だ。ライチューは倒れた。これでマチス少佐との勝負は勝ちました。アンピリーパブル、ギブアップしたくないね。こんな気持ちは関東に来て初めてだよ。明日も来てください。関東に来てだから、どこから来たのかっていう話どっかで聞けましたっけ。どっからだったんだろう少佐。なんか不思議な方ですね。では次のジム向かおうと思います。ってことでピカチュウの空渡り、もうびっくりした。かわいい。なんだい、もっとかまってほしくて猛烈アピール。こういろんな動きしますよね。イーブイもだけどピカチュウもいろんな動きがあってかわいい。ほっぺスリスリかなって思っちゃったけど違いましたね。かまってほしいアピールなんだ。はい、到着したのは関地区シティ。今回はね、2つ目のジムを関地区シティにしました。今降りないで横に行ったら近かったのにねここだとね、園長の入れ歯をやって秘術を1つもらって、で、年老いたラプラスくん、ラプラスちゃんかなのところでもう1つ秘術をもらってっていう感じで2つ秘術もらいましたよね。お主でござるか、再びあいめん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 ダメだ、噛んじゃう。思っていたところよ。毒タイプポケモンのジム、ジムリーダーは今日毒クラゲ。毒クラゲ、名前のまんま毒ポケだね。毒水、
ファイル強いな。毒毒。ここジムに勝つと確か毒毒もらった気がします。技マシンは今作だと確か全部で60本だったと思うんですけど、売ってるのもあるからもらえたりするのって50個ぐらいだったのかな。あの各地のコーチトレーナーとか結構くれますよね。私もまだ揃いきってないんで早めに揃えたいと思います。とりあえずあのお金を使うっていうのを癖でやってしまってるんで、貯めてデパート行って買わないと次はベトベトン。アローラベトベトンもどっかにいるのかな。ベトベターからかな。探したい。ここの辺な気がするんだけど、ここは違ったんですよね確か。ポケモンセンターのところの交換がガラガラだった気がする。おー、またレベル上がった。93、100レベルまでもう少し。またドガスを繰り出そうとしている。またドガス結構いろんな人使ってますね。ロケット団のスタッカさんもいたし、小次郎もまたドガス使うし、道すがらのトレーナーさんにもいた気がするな。そういえばだいぶ出てきますね。偶然だとここでも出てくるし。ボルダット、あ、地震そのまま押しちゃった。飛行タイプだからね、地震じゃなかったでもなんかラッキーパンチをもらった感じでモルフォンに交代です。モルフォン冷凍ビーム、毒虫だもんね。モルフォンヘトロ爆弾、13番道路だったかな。その辺りでもモルフォンよく出てきてたんで、私もそこで捕まえたんですけど、進化で持っていかなくても、結構進化タイプのポケモンって1進化2進化草むらに飛んでたりとかね、出てきてくれたりするので、そっちで捕まえて図鑑登録するのもありですよね。まあゴーパークっていう手もあるんですけど、できればここで会えるんだっていうのを見たいです。1335経験値結構もらえますね。今の拙者で叶わぬならさらに精進するだけよ。忍者グリーンのようなトレーナーがいるのであれば、今のポケモンリーグは相当な強さを誇る施設でござろう。え、なんでグリーンの話出てきたんだろう。拙者も四天王を目指してみようか。え、毒の四天王変わる、奇境に変わってた時ってあるのかな。あ、なんか各ジムリーダーで考えてることが全然違う。話がね違いますね。また来てねっていう感じのもあれば、今みたいにちょっと違うタイプのことをお話ししてくれる方もいますね。グレンタウン、グレンタウンといえば桂さんですね。行きましょう。あ、クイズあるのかな。カツラ人形クイズはないのかな。カツラさん、ステージ上がるのはここからですね。おー、強く来たな。ポケモン屋敷にこのジムの鍵を取りに行ったのだったな。この時何か見たか。あそこには古い友達の研究の跡がある。それを調べる少女はお前ブルーという少女知らんか。あれ、この話ってミュウツーのことかな。調べるためにってなんかそんな気がする。カツラさん、そういえばカツラさん白衣着てるよね。あれ、ただのちょっと面白いおじさんではないと思っていたけど、
そうなのかな。レベルは56。くーだー。まあ炎タイプのところなんでね、炎タイプが出てくるから、とりあえずここは倒しましょう。一番最後バトル終わった後になんかまた話が聞けるのかもしれないですね。どうだろう。あーかっこいい。ウィンディー乗れますもんね。ウィンディーの背中自信。ウィンディーは57レベルだ。ゼットが56レベルじゃないみたいですね。次のポケモンはブースター。かわいい尻尾が触りたいけど、やけどしそうだよね、イメージが。イメージ的にかわいいな。キュウコン、そういえばポケモンタワーの一番上にもキュウコンの像ありましたね。そこでもロコンは出てきてなかったから、キュウコンだけで、てかキュウコンの姿で野生出るのかな。まだ会ってないだけかもしれない。おお、ニドキングが上がりました。ギャロップ。これで最後の1体。美しいよねギャロップ。ギャロップも確か背中乗れるんですよね。あれポニータも乗れるんだったかな。おお、それは燃え尽き果てた。燃え尽き果てた。最近はジムへの挑戦者が増えてきた。なんだか楽しいそうだ。それは良かった。お前はバッジを持ってるが気にせず来るといい。なんだか楽しいそうだ。あれ人ごと、どういうこと。とりあえずなんですけど、ここでカツラさんからブルーちゃんの話が聞けると思ってなかったんで驚きです。もしかしたらつながりがあるのかもしれないですね。はい、ということで今回は、3つのジム、ジムリーダーと再戦行ってみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!